1日目だったので、ちょっと事務室行ったりなんか授業の説明受けたりでちょっとバタバタだったんで、特に何もなんか大学の様子とかの動画は撮れてないんですけど、まあ終わったら、授業終わったらあのバスで行けるなんかすんごいでっかいスーパー、コストコみたいなスーパーに行って、ちょっと日用品を軽く買ってきたので、フランスの塩とりあえずこれかければ何でもうまくなりそうなので、でワインだけ買ってグラスなかったんで、まあ適当なグラスとちっこいフライパン、まあとりあえず肉焼いたりはできるんで、野菜焼いてね生きてはいけそうですね。で箸が、まあ、こんないらなかったんですけどこれしか売ってなかったんで、とりあえず、あとこれはあれかな、ドレッシングかな、多分野菜のマークも書いてあるし、これかけて野菜を食べて、あとなんかこれはオーブンとかで完成するのかな、なんかパンにチーズとハムが挟まってる、中も出来上がって、ここも出来上がってるやつと、あとは適当につまみそうなハムをちょっと学んで、イタリアの方にありますけど、イタリアの売ってたんですけど、これとあとまあ焼いてそのまま食えば大丈夫だよみたいな、40ユーロなので、いくらだ、600〜700円ぐらいか、だいたいとか、まああとサラダとか野菜の袋に詰め合わせになってとか買ってきたので、とりあえず生活をする分には困らないような場所を見つけられたので、だいぶ一人暮らし感を出始めてきました、ね、いや、このフランス語1日目今日授業だったんですけど、まあまあ勉強しないといけないかなっていう感じで、今日はあんまり動画が撮れてないんですけど、まあ勉強したりフランス語の映画を見たりして、ちょっと夜はもう言うても何時だろう、もう6時になるんで、6時でもだいぶ明るいですけどね、意外とまだ日が長いですね。10月の今日は2日なんですけど、フランスは意外とリジョンですけど、意外と日も長くてすぐ暗くなるとかは今んとこないです。朝も9時から授業なんで、まあ、ただ目覚めちゃうんで6時半とかにはどっちみち起きるんですけど、結構外真っ暗みたいな感じで、はい、まあ冬になるにつれて夜も日落ちるの早くなって部屋も寒くなって、この部屋クーラーないんですけど、エアコンか、なんかこれが多分なんか暖房みたいな感じなんですけど、他の日本人の方の話だと温度を一番上げても全然高くならないって感じなので、もしかしたら毛布とかを追加で買わないといけないかもしれないですね。あと昨日買ったこのパンとか切るナイフと、なんかお肉とかとりあえず簡単に切れそうなこういうナイフと、あとガストロノミー施設のなんか文字が入ってる、ちょっと合わないな、どうやってやるの、入ってるソムリエナイフとかとりあえず買って、ワインも適当なのですけど、適当にちっちゃいやつ、こんな高くなかったやつを買ってみて、一応ハスミワインとして来てるので、
まあワインとか飲んで勉強しつつ、フランス語の勉強もしつつ、1月の19日で授業は終わりなんですけど、でその後一回日本に帰ってビザ切り替えて、もう一回1年間がっつりっていう感じなんです、予定なんですけど、それまではとりあえずこの学校に通ってる期間、やっぱりフランスは年末年始が結構休みで、年末年始で12週間あるかないか、十何日か休みで、その後もう数日授業して、そのなんかテスト期間もなんか試験期間もなんか5日とか4日とか取ってたんですけど、みんなやることあるのかなってちょっとよくわかんないですけど、まあそんなことしたら10月11月はフルでやって、で12月は後半はもう20何日からしかない、5日間ぐらいで、水曜日がお休みだったので、まあ案外ないんで、日数が少しでも、まあちょっと片言でもフランス語を話せるようにならないと期待もない、ちょっと勉強とか嫌いですけど頑張ろうと思います。今日なんかスーパーの動画を流してみて、そんなに面白くないかもしれないですけど、明日からまあ授業の時はあまりあれかな、なんかこういう感想を喋るみたいなのがメインになるのかな、わかんないけど、こんな感じで頑張りたいと思います。で、ハスミワインでした。めっちゃ広いスーパー、多分ここで買い物してる感じで、うわ、お肉コーナー、日本よりも肉の種類が多い気がする。高いスーパーに寿司デイリー、毎日寿司っていう、日本の寿司が売ってるコーナーがあります。なんかラーメンみたいな。